ファンさんからお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、母からもご紹介させていただいたようにですね、今は調理業界においていろんな AI 活用を使われているだろうという皆さんが何とか日々の生活の中に感じているかもしれないんですけれども、実際数字に基づいてどこまで活用しているのか、本日はですね、そういった数字を少しお話しさせていただければなと思います。次のスライドをお願いします。はい、今画面に表示されている数字はですね、マッキンゼーの調査による結果でございまして、AI 活用の状況についてどのようなものなのか、まずはですね、左上のグラフの図をご覧いただければと思います。これはですね、 AI 技術を活用した世界の大手調理会社の数となりまして、2016年にはですね、まだ 4% しかなかったんですけれども、たった2年間ですね、2018年に 28% になっておりまして、結構発展しているではないかなと思われます。また次はですね、右側の図をご覧いただければと思いますが、73億米ドルというのがですね、これは世界中の調理業界における AI 活用の総支出ですね、まあ、要するにAI に投資する金額となっています。これはですね、73億米ドルというふうになっているんですけれども、今はですね、1億米ドルはだいたい135億円になっていますので、この73億米ドルというのがかなり大きな金額かなと思われます。また次はですね、左の下のところには、2024年までにはですね、AI に投資すると予測される金額なんですけれども、なんと80億米ドルとなりまして、こちらも結構大きな数字になりまして、最後はですね、もし AI を活用すれば、会社の価値も 8.5 倍アップされるだろうという調査の結果になるんですけれども、今ご紹介させていただいた4つの数字はですね、どれでも結構大きな数字で、調理業界において AI を活用するというのが今後の、なんですか、会社の発展に貢献できると思われるんですけれども、実際はですね、たった 1% だけ肝心に AI を、AI プロジェクトの成功した数となりまして、まあ、成功というのがですね、結構、強い AI とか、とても熱い AI の話で、たった 1% しか、なっていないというのが現実です。はい、ありがとうございます。いろいろな筋でおそらく分かりにくいところもあるかと思うんですけれども、これからですね、そういったところで具体的に説明できればなというふうに考えております。はい、でさらにですね、まあ、現在、小売業界における AI の、活用の状況についてなんですけれども、おそらくですね、まあ、小売業界では AI の投資確実開始をすれば、するにはどうすればいいのか、それからですね、 AI で解決できる課題とは何ですか。さらにですね、 AI が、技術の可能性をどうやってその最大限に活用できるのかという質問で、私もその参加している方もおそらく同じような質問を、抱えているかと存じまして、本日こういう質問ですね、クリア、することを、できればなというふうに考えているんですけども、はい、いかがでしょうか。はい、そうですね、ぜひそういったところをですね、なんとか、本日のウェビナーは終わりましたら、そういった少なくとも一つの質問を回答できればなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、AI ってそのよく日常でも耳にするものですけれども、はいはい、AI って簡単に説明するとどういうものかってお願いできますでしょうか。はい、そうですね、まあ、本題に入る前にですね、要するにどこまで AI 活用すれば、調理業界に、貢献できるか入る前にはですね、簡単に AI についてご紹介させていただければなと思いますが、ちょっと次のスライドをお願いできますか。はい、はい、これはですね、とても簡単な、レベルで、どなたでも理解できる
ような、説明になりますので、ご存知の方は、ご了承いただければなと思います。AI というのはですね、日本語に、通訳すると、人工知能ということになりまして、要するに、人間のように知能があるというふうに、ご理解いただければなと思います。人間のように知能があるというのがどういうことかというと、やっぱりですね、情報から認識して、認識した情報を脳の中にプロセスというのが、人間をよく毎日無意識にやっていることなんですけれども、例えば、ね、情報は例えば視聴でまたは目で見えるものとか耳に聞こえるとこと、そういったですね、視覚または聴覚のようなものを、それで、情報を認識して脳の中に、処理することになります。で、今回、AI の場合はですね、どのようなものなのかというと、人の目または人の、耳とか、の代わりに、カメラレンズとかマイクスピーカーとか、そういったところですね、情報を認識するという役になっております。で、最後はですね、認識した、情報を、パソコンと PC の中に処理して、これはですね、マシンビジョンというふうに呼ばれまして、で、スピーチから、テキスト、また、逆に、テキストからスピーチに変換するといった、自然言語プロセスとかもありますので、そういったところですね、AI は人間のように、知能がありまして、知能というのがですね、視覚または聴覚があって、で、情報処理ができるというふうにご理解いただければなと思います。 ありがとうございます。そう考えると日常の生活でも結構みんな使われてるんじゃないかなそうですね、はい、そうですよね。で、 AI っていろんな種類があるかと聞いてるんですけど、はいはい、具体的にはどういうふうに分けるんでしょうか。はい、そうですね、いろんな観点によって分け方が違うんですけれども、例えば、7つの種類とか、そういった分け方もあるんですけれども、簡単にですね、分かりやすいためには我々はですね、2つの大きな種類に分けるというふうに、本日のウェビナーで説明させていただく予定です。で、次のスライドをお願いします。はい、これはですね、先ほどご紹介させていただいたように、汎用、特化型といった大きな2つの、AI があるんですけれども、汎用というのが、もう1つ、理解するためにはですね、これは強い AIと、ご理解いただいて、特化型の AI はですね、これは狭い AI、と、ご理解いただければなと思います。強い AI って何のことかというと、これはですね、完全に日本の、人間と完全に近く、同じように情報を処理して、で、学習した内容を改めてまた学習していくんですね。小学校、人間のように例えば小学校1年生が学んだ内容をまたそれを学んだ内容を持って小学校2年生で学ぶっていうのが同じような感じですね。で、逆に狭い AI というのはですね、特化型っていうのがですね、その名前の通りにもう完全に型に決まっている場合ですね、こういう狭い AI に適用されるかなと思います。要するにですね、もう型が決まっていて、同じく、繰り返しのような作業はですね、もう人間ではなくて AI に、プログラムを作って、繰り返し用のようなことを自動化することができるのが、こういう狭い AI というふうになっています。なるほどですね。ありがとうございます。こちらで2種類あるんですけれども、その小売業界ではどっちの方を使われているのかという観点で、はい、個人的な意見でもいいんですけれども、はい、どちらになるんですか。はい、そうですね。多分、小売業界だけではなくて、世界中にはですね、まだ、強い AI の方がまだめったに少ないんですね。もう本当に、もしそういう強い AI はですね、もう世の中に、どこにもあるのであれば、もう完全にそうですね、はい、どこ行っても、人との人のコミュニケーションではなくて、もう普通にロボットと喋るっていう、風景が出てくるかなと思います。なるほどですね、ありがとうございます。はい、じゃあ、弱い AI の方は圧倒的にまだ多いんですか。そうですね、現在には、はい。はい、ありがとうございます。AI ってこの、大きく2種類、しか、絞ってですね、その小売業界に
そのどのように活用できるのかについてですね、はい、もう少し具体的な話をできますんです。はい、はできますが、ちょっとその本題に入る前にですね、ご紹介させていただきたくて、まず一つ、現在、小売業界はどのようなチャレンジがあるのか、でもう一つはですね、おそらく本日、ウェビナーに参加いただく皆様はですね、日本人の方々ですので、日本の政府はこれから、どういう方針で進めるとか、そういった2つの観点からご紹介して、で、紹介してから、教理における、AI をどのように活用するかといった流れでご紹介させていただく予定です。あ、はい、わかりました。じゃあ、まず、そのチャレンジからの方という形でしょうか。はい。はい、どういったチャレンジがあるんでしょうか。そうですね。まあ、次のスライドをお願いできますか。はい。はい、今、画面に表示されているのがですね、小売業界のチャレンジなんですけども、チャレンジというより、まあ、これはですね、課題、かなと思いますが、我々はですね、課題という言葉はちょっとネガティブな印象がちょっとあるんですので、課題ではなくてチャレンジですね、という、ポジティブ言葉を使わせていただきます。で、主に5点がありまして、もちろんはですね、他のチャレンジのところもたくさんあると思うんですけれども、我々にとってはですね、まあ、現在の小売業界はこういった5点のチャレンジがあるかなと考えております。まず1つ目はですね、個人化、パーソナライズ化というところで、まあ、やっぱり一人一人に対して、まあ、物を買ってくれる、一人一人に対して、どういうふうに、その個人のデータを最大化というのが大きなチャレンジの一つかなと思います。で、もう一つはですね、2番目、顧客ロイヤルティの維持というのはですね、一度来てくれて買ってくれたのがいいんですけども、どういうふうにリピートというのが大事ですね。何度も何度も来てもらって、何度も何度も買ってくれるというのが、小売業界のチャレンジの一つだなと思われますね。はい。で、3番目、顧客の期待と顧客の好みですね。顧客の期待こと好みが分かれば、例えば実際の店舗に来たら、そういった期待が理解できれば、その期待とかその好みの商品の隅に用意している、そして最適な価格で用意しているか、それが小売りのチャレンジの一つもあるかなと思いますね。はい、はい、あと、そうですね。まあ、4番目と5番目なんですけども、これはですね、オンラインショッピング。まあ、要するに、デジタルの小売りなんですけれども、4番目ですね、オペレーション最適化。どういうふうに、早くオペレーション、まあ、裏にある処理を早く、処理して、どのように、早くオペレーションできるかっていうのが、多分他の、オンラインショッピングとの会社の差別化できる一つかなと思われますね。で、5番目のところの、インダカテ、インタラクティブコミュニケーションも同じなんですけれども、どういうふうにユーザーと分かりやすくコミュニケーションして、どういうふうにユーザーが、サイトを、使いやすいかというのが、5番目の課題になります。ありがとうございます。はい、それ以外にも、おそらくまだまだ課題があるかと思っていて、こちらの5つの課題。はい、どっちも改善しなきゃいけないところかと思うんですけれども、そうですね、はい、はい、ただしその一番っていう形で言うとどちらになるのですか。そうですね、一番というのが何の集計したデータがないんですけれども、あくまでも私の感想ではあるんですけど、おそらく顧客ロイヤルティの位置が一番大きなチャレンジかなと思いますね。例えば、まあ、1回来てくれて買ってくれたのは、まあ、それがいいなんですけども、どうやってリピートできるか、常連客っていう、そうですね、はい、何度も何度もリピートっていうのが大事かなと思いますね、はい、なので、顧客ロイヤルティの維持のところが一番大きな、チャレンジかなと、私の感想だけではあるんですけども、それかなと思います。わかりました。その AI の力を借りてですね、こういった課題解決できれば改善という形でもいいんですけれども、できればいいなというふうに考えているんですが、はい、ただ続きましてですね、先冒頭でも、多分説明したかと思うんですが、日本政府のその日本全体の課題というか、はい、はい、そういったところも踏まえてという形で、はい、はい、そうですね、まあ、そういった話は、まあ、次のスライドで、お願いいたします。
多分おそらく、我々外国人から見た観点だけではなくて、多分多くの日本人も、よく言っているのが、もう人が足りない、まあ、労働力が足りない、また高齢化社会となっているというのが、多くの日本人の方々も言っているかなと思いますが、まあ、要するに働く人が少ないというのが現在の、日本の課題の一つかなと思われまして、うん、でそこで解決方法の方針としてはですね、まあ、生産性の向上は、まあ、もちろん当たり前のように聞こえるんですけれども、例えば1人が、2人の分とか3人分の仕事ができるのが、まあ、こういった、働く人の少ない、といった課題を解決できるかなと思いますね。また、人に依存するだけではなくて、身につけられた経験と知識をデジタル化して、また、自動化することで、まあ、要するに人にあんまり依存しないような、やり方で、働く人が少ないといった課題を解決できるかなというふうになりまして、まあ、そこで出てくるのが AI、まあ、先ほどご紹介させていただいたように、まあ、強い AI もそうなんですけども、狭い AI から待ってもいいかなと思いますね。多分おそらく我々の仕事はですね、よく、同じことを繰り返すのかなと思いますね。まあ、内容は多少変わったとしても、日々の仕事は大体変わってるんですので、 AI を活用すれば、そうですね、まあ、AI を、活用すればそういった、課題を解決できるかなというふうに、思われます。はい、ありがとうございます。その少子高齢化っていうのは、まあ、日本社会の問題であるかと多分みんな存じてるんですけれども、ただ、はい、AI の能力って